スターウォーズシリーズスターウォーズ登場人物一覧、クワイガンジンクワイガンジンはアメリカの SF 映画、スターウォーズシリーズの登場人物である。日本語版の吹き替えは塚山正種が担当した。CR フィーバー・スターウォーズ・ダース・ベイダー・コーリンでは大塚千佳が担当している。ロボット・チキンでは、石井康嗣が担当している。スターウォーズ・ギャラクティック・バトルグラウンドと、ニューヨーダ・クロニクルと、 ドロイド・テールズでは、ハジ・タカヤが担当している。ジェダイ・マスターであり、オビワン・ケノービの師匠でもある。リーアム・ニーソンが演じており、スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メナスに登場する。なお、一部において、クワイゴン人とされている場合がある。これは英語にゴンという単語がないために正確な、音をカタカナで表記することが難しいためである。映画内では俳優たちは、ゴンと発音しているが、 日本語表記においては現在はほとんどガンで統一されている。名前は日本語の海岸人から来ていると言われていたが、これは誤った情報である。エピソード2、クローンの攻撃や、エピソード3、シスの復讐に登場するドゥークー伯爵の弟子である。ジェダイマスターとしての実力はもちろんのこと、その指導力も大変に高いが、 ジェダイ評議会の意向を完全に無視し、弟子であるオビワンに心配されるシーンがあるなど、型破りな人物でもある。一方で、評議会の誇辞してきた、従来の政党競技にとらわれない柔軟な発想を持ち、未来にではなく、現在にその主眼を置いた、リビングホースの概念に独自に着目していた。これが後に、ヨーダラによって立証された、ホースの名会から戻り、 不死に至る術すなわち、死後に自ら、ホースと一体化することで、自身の霊魂を現世に止める、方法、光術の霊体化の秘術の体得へと繋がったのである。クワイガンとビワンは、惑星ナブーと通称連合との紛争を調停するために、ナブーへ派遣された。ナブーのパドメアミララを救出して、惑星タトゥインへと逃れた一行は、アナキンスカイウォーカーと出会う。 ポットレースでの彼の波外れた才能に、クワイガンは、それが、ホースによるものであることに気づいた。ポットレースで優勝したアネキンは、奴隷から解放され、惑星コルサントへと向かう彼ら一行に加わった。やがて一行はコルサントへと到着し、そこで、クワイガンは出迎えた、バローラム最高議長に評議会を召集する、よう要請する。評議会の場で、 クワイガンはタトゥイーンで突如として自分を襲ってきた謎の男がジェダイでないにもかかわらずライトセーバーとジェダイの武術を使っていたことからかつて存在したがすでに滅びたとされていたシスの暗黒鏡ではないかと警告するこれについての話が終わりことが済んだと思っていたオビワンが退出しようとするがクワイガンはもう一つ報告することがありますと口にしアナキンについて説明する そして、アナキンが、ジェダイの修行を認めるかどうかのテストが行われ、そこで、クワイガンは、修行を認められるのならば、私が指導したいと願うも、一度に、複数の弟子を持つことは、ジェダイの掟により認められていないと断られるが、クワイガンは、弟子のオビワンについて、彼はすでに一人前ですと説明する。これはオビワンを、ジェダイナイトへと昇格させた上で、新しい弟子として、 アナキンを指導するのを認めてもらうための方便でもあったが、オビワンを高く評価しているが、ゆえの発言でもあった。だが、ヨーダは、未来が曇っているとアナキンが、ジェダイになることに難色を示し、他の評議員も同様であった。このため、アナキンが、ジェダイの修行を受けることはなければ、オビワンが昇格することもなく、代わりに得たものは、引き続き、オビワンと共に、 アミダラ女王の敬語を制御という従来の任務の続行命令であった。ナブユに戻った彼らは通称連合が仕向けたシスの暗黒鏡、ダースモールと戦う。オビワンと共にダースモールと戦うが2対1という優位にもかかわらず仕留めるには至らなかった。さらに途中でオビワンと切り離され1対1の戦いで腹部を貫かれ敗北し、致命傷を負ってしまう。 その後、ダースモールはオビワンに倒され、クワイガンはアナキンにジェダイの訓練を受けさせることをオビワンに約束させて、死亡し、3日後にオビワンやアナキンたちに見守られながらダビンに付された。結果として、クワイガン自らはアナキンにフォースに基づく助言を与えることはできても、本格的な修行を行うことはできなかったが、折しもアナキンは通称連合のドロイド軍の指揮中枢である。 司令船を撃沈して、ナブーの戦いを、ナブー側の勝利に導くという大活躍をしたことで、競技会から、ジェダイの修行を受けるのを許され、さらにはオビワンが、ダースモールを倒した功績で、ジェダイナイトへ昇格したことにより、クワイガンの望みは、オビワンの手で叶えられることとなった。ダースプレイガスと同様、死後に、フォースの冥界から現世へと戻る方法について、研究しており、 最終的に、フォースと一体化しつつも、自我を保ち続ける方法を発見した。そのため、エピソード2、クローンの攻撃にて、アナキンがタトゥイーンにおいて、母の仇討ちで、タスケンレーダーを大量虐殺した際に、アナキン、アナキン、ノーオーオーオー、と叫ぶクワイガンの声を、ジェダイ聖堂で瞑想するようだが聞く場面がある。エピソード3、シスの復讐の終盤でオビワンは、 ようだから別れ際にクワイガンがホースと一体化しつつも、なお自我を保っている事実と、その境地に至るための修行方法、そして死者との更新方法等をお伝授されており、陰遁生活の中でも根強く修行と研究を続け、エピソード4、新たなる、希望の時点ではすでにこの法術を体得していた。これによって、エピソード5、帝国の逆襲や、エピソード6、ジェダイの帰還で、 オビワンやヨーダは死後に霊体としてルークスカイウォーカーの前に現れて助言をしている。また、アナキンが霊体化の修行を経ずとも霊体となれたのはもともとアナキンがミディクロリアンの意志により生まれた具現化されたフォースそのものとでも言える存在であったためとされる。ありがとうございます。